阿蘇の大自然でテイクアウトランチがしたい。コロナ禍の今、阿蘇市の飲食店では素敵なテイクアウトメニューが充実しています。でもテイクアウトしたとしてどこで食べよう？駐車場はあるの？トイレやゴミ箱もあったらいいな。この動画ではそんな疑問にお答えしつつ、阿蘇市でのテイクアウトをより楽しむためのおすすめの休憩スポットを4つのエリアに分けてご紹介します。今回紹介するのは、阿蘇エリアの中でも展望スポットが数多く整備された北外輪山エリア。阿蘇観光には外せない有名スポットばかりなので、お目当てにされる方が多いかと思います。阿蘇市を訪れる前にぜひ動画をチェックしてみてください。はじめに紹介するのは、阿蘇北外輪山の最高峰である大観峰。阿蘇五岳をはじめ、阿蘇のカルデラ一帯や九十連山も一望できる超有名スポットです。駐車場やトイレもしっかり整備されており、駐車場から展望スポットまでの間にベンチがいくつか設置されているので、大観峰のダイナミックな眺望の中でテイクアウトランチを楽しむことができます。2つ目に紹介するのは、北外輪山の上を走るミルクロードの途中にあるスポット、阿蘇スカイライン展望所。トイレなどはありませんが、外輪山の絶壁すれすれに車を止めることができ、車内が絶景の指定席に早変わり。ここなら車の中で阿蘇五岳や阿蘇谷を眺めながらテイクアウトを楽しむことができます。3つ目に紹介するのは、阿蘇スカイライン展望所からミルクロードを南下した先にある兜岩展望所。トイレや自動販売機などもあり、ゆっくり休憩できます。展望スペースからは阿蘇の絶景が広がっており、ホットドッグ片手に景色を眺めるのもいいかもしれません。ミルクロードをさらに南下し二重の峠へ。最後に紹介するのは、二重の峠展望台です。外輪山から阿蘇谷へと下る坂道の途中に設けられた展望スペースにはベンチやテーブルなどがあり、そこで景色を眺めながら食事をすることができます。また展望台の近くには、江戸時代に参勤交代で使われていた豊後街道の石畳が残っており、食後にふらりと歴史散策もできる趣のあるスポットです。いかがでしたか？阿蘇市には他にもテイクアウトが楽しめるおすすめのスポットがたくさん。次回は阿蘇谷へ下って、遊具などがある公園や内巻付近の穴場絶景スポットを紹介します。ぜひご覧ください。